ぞ。冷静さを欠いている。ライト感激だ。なんかサスケの情報漏れちゃってない？おい、あれ何か来るぞ。雷剣雷光中。やるなシャリンガン。だが助かった。忍びとは雑な戦いをするなんてやつだ。確かもう一人いたはずだ。しかしそっちに集中すると、このまま断層を探してたらあの C ってのに見つかっちゃう。あの後ろの男は感知タイプだな。倒すし、集中しろ。そいつとんでもないチャクラしてやがるぞ。反射を活性化するライトンチャクラをまとった以上、シャリンガンでも追いつけない。死ね！そんな、こんなチャクラ。あれが雷影の忍び体術か。これではもうサスケ。チ、大丈夫か？だるい。体がまだ思うように動かない。ああいう天才。撃強シャリンガンか。そうか。だが、ライトに弱すぎるから。これじゃ微重なめだぞ。アマテラス。そのアマテラスの黒煙を形態変化させる能力と見て、ま、どうした？俺の目的は闇の中にしかない。カロ、
戦闘をここまでガードされるんだ。絶対防御は健在だな。団蔵もいる。すぐにサスケに知らせねえと。敵には感知タイプがいるようです。おさこさ話すのはやめろ。悪いが俺も感知タイプだ。この階段も面白くなりそうじゃぜ。協力するスナラシュ。初段は俺が。続けて畳みかけをお願いする。オオカマイたち、なんだスナッシュで。これってお前以上の絶対防御だ。わしのなんかヤバそうだな。試してたすぎる。なんだあれは。両目の万華鏡を開眼した者だけが手にする力。ダルイ、砂の衆、一旦下がれ。狙いはここの柱か。なんだよこれ。私は突き止めたのか。十五と水月はどうすんだ。あいつらのチャクラはまだ。早く案内しろ。分かった。サスケのやつ、この隙に逃げたみたいな。外れたのはいいけど、これじゃねえ。これならまだ間に合う。来た。私は断層を追います。まだ階段の決着はついていませんので。わしは五神君、他の皆で好きにやってくれ。出た、水影様のおもちゃにし、霧隠れを蹂躙した暁。邪魔をするな。せめてとろけるようなキスをしてやる。ババアのくせに。水影様、やる気だ。こんな僕に本当に。やってきた。何を頭を下げてる気だ。これで二人きりね。こいつ殺されたのか。チャクラの流れが止まってたから。その壁はさっきの攻撃の時に蓋をしておいたの。これだから月経限界も二つ持ってる。ふっと影殿に絞られたようね。でも心が痛むけど、死んでもらう。なんだに。これはあの男の。これ。私のチャック。Thank you.
さんが皆のところ手こずってるようじゃぜ。赤土わしらもそろって